皆さんこんにちは、世界一周旅人梶衛星です。梶衛星の旅レポート、今日はですねここご覧のように、温泉に来ております。はい、ここはね熊本県の阿蘇地獄温泉、スズメの湯というところなんですけれども、はい、乳白色のね、もう本当ね、あの下は泥なんです。泥というのかね、火山灰っていうのか、とにかくこういう風にねボコ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 湧いております。周りはね溶岩の硫黄ですね、硫黄でこうやってね埋め尽くされてるんです。もちろん周りの石はね溶岩ですよ。はい、こういう感じでね、あのもうね貸し切り状態で、満喫しております。雨もね上がってちょっとねなって、青空が垣間見える感じなんですけれども、ここでね使ったり上がったりしながら1時間ぐらいね過ごしております。もともと湯治場なんですよね。ですからここにねしばらく滞在したこともあるんですけれども、もちろん、旅館があります。これ1回ね地震で、2016年の熊本大地震でね全部崩壊したんですけど、この源泉だけは残ってて、こうやって復活して今、こういう形でね、いい温泉にお風呂に入れます。幸せです。地獄温泉というんですけど極楽です。極楽温泉です。本当ね気持ちいい。もう夕方なんでやがてね、日も暮れてきますけれども、源泉がねおそらくねもう60度かぐらいあって、そのままではね入れないので、これはねちょっと水でね継ぎ足してるんですけれども、でね今ね女性2人そこからね降りてきましたけど、ここはなんとね混浴なんですよ。混浴今時ね珍しいでしょ、混浴なんですよ。待ってるじゃないけど今日は本当ねたまたま、誰もいないけど、多分ね今の、女性2人はね入ってくんじゃないかと。でその時はちょっとカメラはね、すいませんね。はい、私だけ楽しみますのでね、もしそういうのを楽しみたかったらね、来てくださいここにね。すごくね、はい、いいですよ。向こうここはねだから暑いんで水で緩めてあるんですけど、向こう側がね、もう一個ねこっちはぬるい方で割と長湯ができるとこなんです。はい、これそこがねもうね蒸気がねどん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 出て、源泉ですね。ここからもうすぐここに引いてきてますので、こっち外側のはねもうちょっと暑くてね手がまあちょっとはいいけどねつけてられない。暑いです、暑いです。はい、ここからボコボコね出てきてます。はい、硫黄がねとってもね皮膚にいいんですね。いろんな効能があるんですけど、特にやっぱりこれだけね、硫黄分がたっぷりで乳白色で、その前はね下の泥が洗面器に入れてあって、パックができたんですよ。顔もそうだけども全身ね全身パックができてたんですけど、もうやっぱりね生きてるっていうか動いてるっていうかいろんな状況が変わるんで、今はなんかそういう、サービスっていうか泥がねだんだん取れないんじゃないかな、置いてないとこ見ると。
なんかね、端の方で下からすくえばありますよっていうことなんですけど、やってみたんだけど、あんまりその塗るほどはないですね。だから本当ここからね、車で10分ぐらいでその火口の方に行くんですけど、この間噴火しましたけどね、今はまあちょっと落ち着いてるみたいですけど、火口には立ち入り禁止になってます。ここは大丈夫です。熊本県阿蘇地獄温泉から、世界一周旅人の果樹衛星がお送りしました。ぜひ皆さんもね、いらしてください。はい、それじゃあね、またお会いしましょう。バイバーイ、 See you。